カイト、目が離せないね。すっげえウケる。でかっ。普通に大企業の本社ビルだからな。むしろ現実からの侵入のが無理。こんなののパレスに行ったっての？モナのやつ、これまでとはなんか格が違うね。奥村、ネットで見たけどよ、ありゃやってるね。お前も奥村黒だと思わね？絶対当たってるからな。本題はモナ。わかってるよ。例の廃人事件の証拠もバッチリ聞き出さねえと。確か双葉、パレスのキーワードを調べてくれてたよね。本社ビルが宇宙だ。あ、なんだそりゃ。ああ、それでビッグバンバーガーね。ビッグバンって宇宙語だしね。いや、宇宙語ではないけどね。あの出店コンセプト、社長のイメージから来てたわけね。宇宙か、高ぶるな。入ったらいきなり空気ねえとか勘弁してくれよ。いい？起動するわよ。なわけ？ニュースのこともあったからね。奥村社長が警戒してるのよ。あの野郎、手間かけさせやがって。おお、まるで映画の中だな。スケッチブック持ってくればよかった。なあ、いっぱい嫌がんな。ビッグバンバーガーのロゴついてる。なんか言ってる。シフトは厳守、嫌ならやめろ、ただし手当てなし。なんだそれ。あ、廃棄だって。あれも奥村の認知なんだよな。だとすると、あのロボットは。憶測も入ってるけど、あれ多分社長から見た奥村フーズの従業員だよ。従業員がロボットってこと？あの扱い、現実でもあれならブラック企業だな。ほらな、奥村ってクソだろ。言った通りだぜ。問題はモナ。この辺にはいないみたいだし、奥を探そう。くそ。
この見た目じゃ力づくは無理でしょう。今回は早々に足止めを食ったな。これはまた本人の認知を操作する流れか。でもモナだって先へ進めてないはずよね。ならパレスにいるとしてもここより手前にいるはず。お待ちなさい、あなたたち。誰だよ。あの服、まさか私たちと同じ黒い仮面。まさかマダラメや金城が言い残した。じゃあこいつが廃人化の犯人ってか、女だったのかよ。俺たちをつけてたのはお前か。なんとか言えっての。はお前ら、勘違いもほどほどにしろよ。モナ、無事だったのね。ご無沙汰だな、パンサー。ご無沙汰ってほどでもなくね。お宝を狙ってきたのなら尻尾を巻いて帰った方がいい。いや、お前を探しに来たんだが。お宝は我が輩とこのこの美少女怪盗がもらうからだ。美少女怪盗？ペルソナだって使えんだからな。美少女怪盗と申します。自分で言っちゃったよ。緊張感に欠けるな。お宝は私たちがいただきます。それモナが言った。あなたたちは怪盗失格です。いいですか、立派な怪盗とは。言ってやれ。あなたどう考えてるんです。そうです、その通り。無駄話はおやめなさい。そっちが降ってきたんじゃん。モナ、何なんだよこいつ。待て、今ちゃんとするから。あなた。俺？少しは場の空気を読みなさい。え？あなたは柄が悪くて頭も悪い。はあ？あなたは、何でしたっけ。わざわざこんなこと言うためにここに。なんつうか、あいつ安全なやつっぽくね。お宝は私たちがいただきます。それさっき言った。お前らとおしゃべりしてる暇はねえんだよ。やめとけよ、それあかねえ。我が輩たちをなめんなよ。後ろ。来るぞ。え？ひょどってんじゃねえよ、逃げんだよ。後でいつもの場所に。お疲れ。なかなか厳しかったな。この疲労感、初めてペルソナに目覚めた時以来だ。さっきから何見てるの？ああごめん、待ってる間時間もったいなかったから。奥村フーズのエントランス嵐がまたニュースになってる。
だあ、くそ、なんで俺ばっか追ってくんだ。美少女怪盗様がドア開けっから。あのドア多分生体認証式だったのに、どうやって。あの子何なんだろうね。ペルソナ使いって言ってたよな、本当なのか。見た目それっぽかったけど。モナ裏切ったの。そうだよね、裏切ってはいないと思う。もしそうなら正体をバラすとか直接的な脅しをかけてきてもおかしくないし。つうかモルガナとあの怪盗女はそもそもどういう関係なんだ。声質や体のフォルムから言って俺たちの同い年くらいに見えた。私どこかで見たことある気がする。マジ？どこの誰だよ。学校だったかな。学校？あ、そういや、なんか俺もどっかで。囚人の生徒なのか。そんな気がするだけ。仮面かぶってたしね。生徒会室に全校生徒の写真名簿があるの。明日片っ端から調べよ。美少女怪盗のことが分かればモルガナに接触できるかもしれないし。じゃあ俺たちは奥村フーズのことでも探るか。廃人化との関係を調べた方がいいからな。吊るし上げてやる。そうそう、この子美少女だぜ。けど年下か。龍二、嘘、これ同い年。お父さんの友達に似てる。真面目にやれ。少し休憩しましょうか。女子生徒だけでも何百人だもんね。集中力も切れるよ。なんかみんな同じ顔に見えてきた。見つけられんのかな。すげえ自信だな。ん？この子、奥村春。奥村？美少女怪盗もこんなじゃなかった？特にこのゆるふわな髪。奥村だ。生体認証式のドアを難なく開けたこととも符合するわね。調べてみてもいいかも。でもなんでパレスにいたんだろう。なの、本人に吐かせりゃいいじゃん。
今日はもう帰ってるかもしれないからまた明日にしましょう。私戸締まりしていくから、それじゃあ明日ね。いいんですか？じゃあこれ下ろしてもらえると。さすが男の子、ありがとう。2年でしょ？じゃあ私の方がお姉さんだ。どっかで会ったこと。自己紹介してないね。私奥村春さんよね。奥村フーズ代表取締役社長、奥村邦和の一人娘。どうしてその父親のパレスにいたのか説明してもらえるかしら。そうか、やっぱりそうだったんだ。すごいな、一日でバレちゃった。あの世紀末な格好すごく似合ってたよ。その話はやめておきましょう。なんで怪盗に？お父様は経営者として評価されてるけど、私いろいろ疑問があって、実際大変なことになっちゃったし、だから自己満足かもしれないけど私なりの償い。でもこんなの逃げかな。モルガナとはどこで？それは本当に偶然、会社のビルの前で寂しそうな猫を見つけたの。それがモルガナ？追いかけてったら異世界に入っちゃって、お父様の会社を私が変えることはできないけど、怪盗になればお父様を変えることはできると思って。私たち協力できないのかな？何がしたいのかわからない人たちと協力なんてできないよ。今じゃ無駄に世の中を騒がせているだけだし、それに弱い者を助ける怪盗団は仲間を助けてあげないみたいだし。それは私はただお父様に罪を償ってほしい、それからそのきっかけをくれたモナちゃんのお手伝いをしたいだけなの。けれど目的は一緒でしょ？協力した方が。いいえ、モナちゃんと二人で行きます。なかなか痛いとこ疲れたね。何がしたいのかわからないか。協力を取り付けるのは無理そうね。どうするかみんなと相談しよう。モルガナもほっとけないし。ただいま戻りました。あいつらを追い払え。そうだ、最優先で頼む。ようやく政界への足がかりを得たというのにこれだ。何が怪盗だ。マスコミに何か聞かれたか？いえ何も。あの怪盗団がどうかしたんですか？怪盗団とやらの掲示板で私が1位になったそうだよ。ですか？成功者への妬みだよ。最大限の幸福のために犠牲を払う覚悟もない、そんな俗人どもの遠吠えだ。老いも若きもくだらぬ虚像に喜んで、この国に未来はないよ。いたらどうします？心を盗む怪盗が本当にいたら。まだ私を疑っているのか？いえ。そんなことより彼とはうまくいっているんだろうな。はい。ならいい。あれでも有力議員の息子さんだ。愛想よくしてやってくれ。いずれ今の我が社に、いや私にとって必要不可欠なコネクションになる男だ。精一杯努めます。自分にできること精一杯。
それでいい。それでこそ奥村の娘だよ。ありえねえ。答えてちょうだい。これだ。グッモナが来たら謝るんだからね。わーってるっつの。俺だけに言うな。美少女怪盗にも注意しておかないと。ここで張り込みというわけだな。持久戦覚悟しとかないと。今日来ねえんじゃねえの。つか今何時。いや待て、やっぱお前らたるみ切ってる。私たちにご用？回答お願いチャンネルの依頼、あなたが叶えてない？コメントまで書いて、むやみに引き受けないでほしいの。たちまち足がつくぞ。そうなれば俺たちまでとばっちりだ。そんなこと、私のせいです。そんな、実はあまり機械には強くなくて、本当にごめんなさい。謝んのかよ。私たちのために言ってくれたのよ。お礼だって言わないと。そろそろ機嫌直してくれない？我が輩目当てだったわけか。やっぱり我が輩がいないとダメなのか。そうなのか。そうか。リュウジ、ごめんね。モルガナの気持ち考えてなかったよね。アンドの、皆さん、コードネームとかはよろしいの？リュウジもさ、本心じゃないんだよ。謝りたいんだって。まあ、俺も悪かった。つうかさ、別に人間じゃねえとか役に立たねえとかそんなの気にしねえって。デリカシーなさすぎ。アンのお膳立てがまさしく台無しだ。ああそうかよ。どうせ我が輩は役立たずだよ。そこまで言うならお前ら相当できんだろうな。我が輩のこと捕まえてみろ。美少女怪盗乗れ。できなかったら我が輩のことは諦めてもらうからな。行っちゃった。
何時間待たされたと思ってやがんだ。上等だこら。ああもう趣旨変わってるじゃないの。よっしゃ。朝飯前だぜ。大丈夫。話聞けよ。話すことなんてね。ねえ、そんなに意地張ることないでしょ。我が輩は男なんだ。はいそうですかと頭下げられんか。あ、あれは何？あ？随分古典的な手に引っかかったな。あいつら。このままじゃキリがないぞ。どうする？エンジンの音聞こえないね。メメントスから出たのかな。こっちは足がない分簡単に逃がしてしまうわね。残念だけど今日はもう諦めましょう。くそ、モルガナの野郎。まあねえぜ、あいつら。本当にあれでよかったの？いいに決まってんだよ。こんなに探し回らせやがって。電話も通じないところで何をしていた？男と夜遊びか？そうなんだろう。夜遊びなんてそんな。楽しいこと僕にもしてくれよなあ。できないってのか？いた。ハル、てめえハルから離れろ。かな。なんだこのクソ猫が。ボラちゃん。クソ、これじゃ本当に役立たずじゃねえか。誰か、誰かいないのか。にゃーにゃーうっせんだよクソ猫。モルガナの野郎、今度会ったら承知しねえ。今、モナの声。ちょっとあれ、なんかヤバげじゃない？何してる？お騒がせして悪かったね。フィアンセとのただの痴話喧嘩だ。でも奥村さん嫌がってんじゃん。よくも恥をかかせてくれたな。これ奥村さんにも報告しとかないと。その顔覚えたぞ。大丈夫？私よりモナちゃんが。どうってことねえって。
今の人本当に婚約者なの？婚約とかすげえ。ただの喧嘩って感じじゃなかったけど、親に相談した方が良くない？無駄だと思う。土下座してでも許してもらえってそんな風に言われるだけ。事情がありそうだな。さっきまでのことは、その謝る。だから少し春を休ませてやってくれないか？足りねえだろ。お前んちいいよな？すまん。休めた？モナちゃん？とにかくさっき話した通りだ。役立たずの我が輩のためにこれ以上命かけてもらうわけにいかねえ。人間に戻れる確証だって本当はどこにもないんだ。これじゃ取引になんねえよ。我が輩たち別れた方がいいと思う。誰がお前のために回答を？俺は自分の見識を広げるためにやっている。そんな気休めやめてくれ。別れてもらうぜ。いいよな？嘘やめよ。異世界で倒れてるの見つけた時モナちゃん言ってたでしょ。我が輩だって怪盗団の一員だって。強くなって認めてもらうんだって。ここが大好きなんだよね。そんなわけないだろ。私も自分に嘘ついてたけど、ペルソナと契約するとき分かったの。お父様がひどいことしてるからなんてただの建前だって。私本当は結婚したくないんでしょ。立場も責任もある大人の決めたことだからきっと正しい。仕方がない。バカみたい。形のないものに縛られてずっと黙ったまま結婚の相手まで。でももう我慢しない。私あの人無理。キモい。これが私の本音だよ。なんだよ急に。モナちゃんはどうしてずっと人間に戻りたいって言っていたの？それは初めは記憶を取り戻すまでの仮の住処ぐらいに思ってた。でも自分が何なのか何のために生まれたかも一向に分からなくて。それがな。目的が欲しかった。怪盗団にいる目的が。復讐したい相手も助けたい奴もいない。そんな我が輩がここにいていい理由が。だから我が輩にとってここが、この怪盗団が。行っちゃえって頑張れ。唯一の居場所だ。ずっとここにいたいんだ。すがすがしいほど素直だな。最初からいやいいんだったく。我が輩と組んだらどんな厄介事が降って湧くか分からんぞ。本当にいいんだな？いろいろ今さらでしょ。てか私たちも一緒にいたいに決まってんじゃん。ああ、その、なんだ、心配かけてごめんなさい。我が輩の居場所はここだ。もう決めたからな。諸話代分しっかり働いてやる。今さらキャンセルはなしだぞ。
ギブアンドテイク、再契約だな。よし。私たちって結局運命の出会いってやつなんじゃない？そうだ、出会い。お？うわっ、終電やべえ。俺もだ。続きはまたにしましょう。私、うちに泊まってき、なしつけとく。また明日ね。我が輩寝る。疲れてんだ。にしても相変わらず辛気臭いとこだぜ。あのさ、おい、また違う女の子連れてきやがって。気にするだろう、保護者として。うちの猫拾って世話してくれたんだって。いえ、そんな大したことは。世話してやったのこっちだけどな。どうした、楽しそう。こんなに大勢でお食事なんて久しぶりだから。今日は遅くなんないうちに帰りなよ。親御さん心配してるだろうからさ。帰りたくなければいいんだぞ。ううん、ちゃんと帰る。お父様に警戒されたら改心させるの難しくなるんでしょ。また連絡する。あ、連絡先いい？一人で大丈夫か？なんなら我が輩も一緒に。モナちゃんの居場所はここでしょ。まあまあな。彼の家に迎えていただくことになった。え？まだ正式に籍を入れるわけではないが、今の若者はそういうものだろう。誠意を見せてこい。できるな。私には自分が住む家さえ決めさせてもらえないのですね。帰りは遅いわ。挙句の果てに無断外泊まで。友達は選べと口を酸っぱくしてきたつもりだが。彼らはお父様の思うような。今は会社のことで手一杯なんだ。余計な手間をかけさせないでくれ。もしもし。ああ大丈夫だ。もしもし、相談したいことがあるの。みんなで集まれないかな。ハル、どうしたんだろうな。相談があるって一体。ひどい。フィアンセってあいつでしょ。襲われに行くようなもんだよ。さっきの春の話じゃ、やつの家に連れてかれるのが10月11日、そしたら期限は10月10日ってことだよな。しかし君の父を改心させれば確実に警察の世話になる。罪人の娘というレッテルが一生つきまとうんだぞ。今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。大
他人の不幸で成り立つ幸せに甘んじたら私もお父様と同じになっちゃう。それに実は前にね、怪盗お願いチャンネルに書き込みしたことがあるの。ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやってた頃だ。でも怪盗団は動いてくれなくて、その時だった。モナちゃんと会ったのは運命だと思った。その時から決心していたの。怪盗団がやらないなら私がって。廃人か、そして改心、全ての利害が一致したな。今度は協力してくれるよね。もちろん、私の方こそよろしくお願いします。こっから先は廃人化事件の犯人を相手にするかもってことだ。メメントスの修行とは違うぞ。覚悟しろよ。いきなり説教かよ。甘い。春は頭白に毛が生えた程度なんだ。力には目覚めてるが天で弱っちくてな。ペルソナも姿形がないとかってありさまだし。弱っちい？本当に？まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが、正直だいぶ足引っ張るかもしれん。ごめんなさい、私のために面倒をおかけします。いやさ、実は俺たち的にも社長さん狙うの都合いいんだわ。見ろよこのまとめサイト。怪盗団に対するネガティブなコメントばかりね。明らかに悪党の名前が挙がっているのに、怪盗団はなぜ黙って見ているんだ。加熱が別次元。廃人化の剣を掴むのを忘れるなよ。ああ、もちろんセットでいただくぜ。10月、10日だったな。それまでに奥村を改心させるぞ。許せないね。やるか。始まり頼んだぞ。
診察室にどうぞ。はい、どれ？新しいのできたよ。特殊な症状を治すやつ。効果は信じていいよ。それにするの？どうも。それは効く。はい、どうぞ。それにするの？どうも。それは効くかな？はい、どうぞ。それにするの？どうも。それは効く。いらないの？お大事に。主人、主は更生を進めているあなたを評価し、特別な祭儀の許可をなさいました。ここではない世界で同じ試練へと立ち向かう怪盗団たち、奴らと協力して行う公開処刑と呼ばれる特別な合体だ。別の怪盗団のペルソナを任意で選び合体できる有益な祭儀とのことです。さらにここでしか手に入らない特別な力もあると聞きます。有効に使えるかは貴様の技量次第だ。励むがいい、囚人。祭儀の開発は一通り完了しましたが、あなたの更生はまだ続きます。より一層の更生に励むことです。あなたの奇跡です。このペルソナですね。騒音、あなたの力です。これですか？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 このペルソナですね。このペルソナを引き出すあなたの力。綺麗な男ですね。終わりですか？なんだ。時間です、囚人。
ユウスケ。アン、ちょうどよかった。何が？ただ敵を倒すだけじゃない、美しさを取り入れた戦い方を考えていてな。ついさっきそのインスピレーションが降りてきたんだ。ああ、なるほど。それでちょうどよかったっていうのは？ああ、着想が浮かんだのはいいが、これを実現するには君の助けが必要なんだ。悪いが協力してくれないか？いいけど、あんま変態的なのはなしで。任せておけ。なんかさすがユウスケって感じだね。もちろん無理にとは言わないが。ううん、いいと思う。じゃあさ、さっきのにプラスでこんなのは？おお、俺にはない発想だ。ぜひ取り入れたい。よし、決まり。この技すぐにでも試したい。星が答えてくれるといいんだが。よし。ああ、行こう。仕事の時間だな。最初が。よし。なあ。
そういや、前にさっきんとこで会ったとき、すげえ張り切ってたよな。あれ、モナに言われたキャラ？美少女なんとかってやつ。あれは、その、正義のヒロインなの。これ笑うとこ？バカ。小さい頃から、周りの人たちは私を見てなかった。私に優しくすれば、お父様に気に入ってもらえる。お金やプレゼントだってもらえる。大人も先生も友達だってそう。人はみんな損得のために笑う。そう思ってた。だから学校で家のことを伏せて。でもテレビの変身ヒロインはかっこよかった。いつでも他の誰かのために無償で戦って自分も笑ってる。そんな風になりたかったの。空想って分かってたけど憧れてた。一度は誰だってヒーローに夢中になんだろう。なりたいと思うやつがいたっていいな。あジョーカー、ここで何をしている？すごいことになってる。柄の悪い連中とは手を切れと言ったはずだ。てめえ、彼も入ってきたの？違う、あれはウリ二つだが本人じゃない。前に説明してやっただろ。認知症のってやつ。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。前に言いましたよね、お父様のために私なりの最善を尽くすと。これがその答えです。そやつら、例の怪盗団か。そういうことか。許しを請うために差し出すわけか。孫は裏切ってでも取り返す。奥村の娘らしくなったじゃないか。いいだろう、こっちへ来い。なぜそうやって損得ばかりなのです。会社の悪評だって全部そのせい。人を部品としか考えてないからでしょ。得るためには差し出す。人の上に立つにはより多くを差し出す覚悟を持つしかない。土俵が違うのだ。まもなく私は正解という次のステージへ上がるのだからな。蹴落とす冷徹さこそビジネス。上だの仁義だのは敗者の言葉だ。奥村フーズ、私の勝利の礎となれ。会社そのものが踏み台。社長、こんな賊の手垢にまみれた女はうちにはいらない。何か情報をいただかないと父に取り次げないな。もはや制裁は望まない。愛人でも何でも好きにするがいい。いいでしょう、手を打ちます。愛人？私自身も会社の富に良くして育った娘。会社のための政略結婚ならと一度は受けました。でもこんなの話が違います。お父様個人の野心のためにこの男のおもちゃになると。何を今さら。奥村の娘にとってはそれこそが喜びだ。お前など初めからその程度の価値でしかないわ。自分の娘の人生すら踏み台か。私はさあ来てもらおうか、俺んちへさ。諦めまで、じゃあちょっと遊んでやるよ。女子高生のいいやつけとか会長は楽しそうじゃん。ゲノゲネ、やばい、春のペルソナじゃあんなのとは。大丈夫。今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。これに歯向かったのは
家のお姫様、あなたには裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの？心はとうに決まっています。いいわ、その目、これで本当の力が震える。我は汝、汝は我、美しい裏切りで自由の門出を飾りましょう。えぐ、さようなら、お父様。私はもうあなたには従わない。ならばお前も廃棄だな。適当に味わっておけ。何百年も手遊んでやるよ、かまえるわけだ。お前が道理を理解するとは思ってない。ああ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。下の者を追い詰めとはどういう、きついお仕置きが必要だな。ハル、おとなしく俺のおもちゃになりなよ。あなたと話し合うつもりはない。お父様を改心させるためにも、私はこんなところで負けるわけにはいかない。これがハルの本当の力。ハル、よし、やろう。あのクズ野郎を叩きのめすぞ。ペルラクローダー、ミラディ、オッケー、ダウンを奪ったよ。お願いします。まだ終わらないぞ。ヘルフラ、茨城の狼ピカロ、イクマンの神言の知識は。力が湧いてくる。やった、できたよ、モナちゃん。何が弱っちいだよ。彼消えちゃったけど大丈夫なの？ちゃんと教えてあげたの？教えたはずなんだが。伝わらなきゃ意味ない。安心して、認知上の存在と現実の人間とは全く関係ない。あっちに戻ればピンピンしているわ。じゃあ死んでないのね？そういうことだ。つかさ、仲間が増えたんじゃね、これ。よろしくな。コードネームならすでにある。ノワールと呼んでくださる？ノワール、フランス語で黒の意味。私は正義のヒロインでありたいけど、怪盗は純然たる正義ではないでしょ。そんな自戒を込めてノワールとのことだ。まあ本人が気に入ってるなら。設定作り込んできたな。ノワール、いいじゃない。迎合しない気高さや社会への反抗心を感じるわ。ありがとう。気抜くなよ、ノワール。お宝取るまでがパレスだぜ。はい。偉そうに。では宝箱だぞ。ルカ、開けよう。向こうからお宝がプンプンにおうぜ。多分あの建物だ。なかなか遠いな。しかもどう行くのが最短距離か分かりづらい。今は道なりに進んでみるしかないわね。行きましょう。
裁いてやる。粘土が効果的だわ。よし、どこか余裕すぎ。ここ認知社会の影響が弱。ここなら安心ね。書くか。